さんどうもこんにちは、ヒカクルソニソンウィラープリ2021やっていきたいなと思います。ソニソンはレート1800限界どうやっていきたいなと思います。今回もレート1800目指して頑張ってやっていきますし、高評価と企画連動しておりますので、高評価とチャンネル登録で応援してください。ということで前回のコメント紹介いきましょう。メロンパンに1日で限界度を達成される話マジで好き。いやあのね、メロンパンさん毎回僕の企画をさ、なんか縛り加えながら余裕でクリアしていくんですよね。もうそんなメロンパンさんが大好き。今回のヒカツクは、イキリフィネスじゃなくて普通にいいフィネスしてて成長を感じた。1試合1フィネス、これを意識してから人生が開けました。俺が受験終わるまでわざわざ待ってくれるコナミ最高。いやーこの延期ワンチャン教育委員会というか日本の教育が絡んでる説もありますね。受験生頑張って。ということで今のところのレートエンドなんですけど、ちょっと1600後半をさまよってる形になるので、1800限界度と言いつつ1700復帰度をまずはクリアしていきたいなと思います。ということで今日はですね、こんなスカットでやっていくんですけど、わかりますか？一人変わってることに。誰が変わってるか話す前にですね、皆さんアイコニックロナウドっていうとどのロナウドを想像されますか？無料配布のタダロナですか？プレイヤーパックのパクロナですか？それともレアルアイコニックのレアロナですか？そう、僕はですね、今までタダロナをずっと愛用してきたんですけど、なんか最近友達がさ、レアルロナウドがやばいやばいってプッシュプッシュしてきますので、今回はこちらのレアルロナウドをがっつり使っていきたいなと思います。見てよ、補正も久々に変えたからね、なんか2回目ぐらいのレアル補正になるんですけど、はい、こんな構成で本日も戦っていきたいなと思います。では行きましょう、レッツレアロナ。ちなみにこのチーム名とオーナー名で懐かしいって思った人、僕と同世代、ぜひコメントください。さあ1試合目、ジョン・セロイさんよろしくお願いいたします。さあ調子は、守備陣がちょっと微妙ですけど、まあ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 、なんとかなるかな。そしてホーランドとデアラスカイタの絶好調えぐいっすね。ちょっと入れたいぐらいだな。どうしよっかな、ホーランド先発でいっちゃおっか。そしてデアラスカイタも先発でいっちゃいましょう。でお相手さんが、おお4-2-2-2で、おお、なんかこのなんていうんですかね、アイコニック少なめでこだわりある感じいいっすね。お願いします。さあでは試合始まる前にレアルロナウドの強さちょっと比較していきたいなと思います。これがですね、パクロナとの比較になるんですけど、大きな特徴は3つでですね、ドリブル、スピード、ディフェンス能力、ここがですね違いになってくるんですけど、特にやっぱこのスピードですよね。スピード瞬発がですね共に5以上差が出てますので、まあこういったところが活かすことができれば、まあレアロナの良さが出てくるというか、はい、そんな形になるんじゃないかなと思っております。さあレアロナからホーランド、ホーランドとかいう怪物、ホーランドとかいう怪物が突破しようとしたけど失敗。さあプティから前に入ってロナウド来たよ。あーっとこれは、おー、クリアしてくる。おっと待って待って、大丈夫大丈夫大丈夫、いやベリアッシュで何上見てんねん。こういう上見てたけど涙がこぼれないようにしてるのかな、ベリアッシュで。やっぱ調子ちょっとあれだったからね。あ、いや違うか、ベリアッシュでは調子良かったのか。まあいいや、さあ行きましょう。いやチームメイトの調子が悪いから涙してたのかもしれない。ポーランド、はい、ディアラス変えた、ロナウド来た、ロナウドオッケー、これがロナウド、やばすぎる。ロナウドの動き出しが最高だったね今ね。さあ一気に先生、いいね、いいですね。スタッピー、いやうまいうまいうまいけどしっかり取って、さあ逆にカウンター、ハーランド、さあロナウド、ロナウドからハーランドに出る。さあパスもいけちゃいますと、パスもいけちゃう。さあホーランド、ホーランド突破できる男よ、絶好調のハーランドは突破できるかね。さあここも切り返して、ハーランドからロナウドには出ないけど、オッケーオッケーオッケー、ホーランド前に出る。さあロナウドから、ロナウドからホーランドに抜け去ったね今、オッケー、まだあるよ。さあネドベド、さあホーランド、ここが抜けちゃうのがこの男、いやー惜しいね。いやよかったけどね流れはね。さあただ相手めちゃめちゃうめえわこれジョン・セロイマジでうまい、パク・セロイみたいな名前してるけど、はい前出す。それこそここも私もフィネスなんか入れさせていただいて、フィネスなんか入れさせていただいて、フティから前出る。さあハーランドから、さあ抜けている、デアラスカイタ来るか、ロナウド、ロナウドが決めちゃうんです、決めちゃうんですよこの男は。もう息をするようにゴールを決める。もうゴールは呼吸だってロナウドはまあ言ってはなかったですけど、まああのレアロナに関しては言ってもおかしくないぐらいやっぱりね、得点への嗅覚が素晴らしい。もう得点を取るために生まれてきたと言っても過言ではありません。さあ相手のフィネスが上手すぎるんでちょっと真似したいです。はい、ちょっと教えてください僕に。メッシュの今回来る、メッシュの今回来る、分かってるけど止められない、分かってるけど止められない、待って、ナイスカット、クリアしよう、オッケー。さあうまいな、お相手さん僕より全然うめえ。ただ僕は負けられない、戦いですからこれは、もう殺し合いですから、負けられない戦いが始まっております。さあ行きましょう、後半もよろしくお願いします。
お相手さんドリブル結構仕掛けてくるんで、あんまりプレス当たりすぎず、なんか前を考えながらディフェンスするのが良さそうですね。サイド来るか、大丈夫で、ビエラ、はい、ナイス、マルティーニ強い。いやなんだ、相手味方同士でなんかすげえごちゃごちゃしてたけど、さあネドベド、いやーファールまずいか、いやーマジか、この位置のファールはやばいんだよな。このねジョン・セロイ、あのかなりの猛者だと予想されますので、ここから入る確率 75%、 残念ながら 75% です。入るんです、入らなかった。 25% 引いていく。ネドベドから前に出る、フキー、ハーランド、ビアラスカエタ、ロナウド、さあ来るか、ロナウド押し打っていくが、いいよいいよいいよ、この積極性素晴らしい。そしてビエラ、ここ取れる取れる、絶対取れる絶対取れる、2人で囲め、よし、オッケー、ナイス。さあネドベド、フィネス、オッケー、さあこの効果的なフィネスからもう一度ハーランド来い、よし、オッケー。今のはイキリフィネスじゃないでしょう、今のは完全に効果的なフィネスを出せる。やはり1日1フィネス、これが僕の生活を楽にしました。今まで前に進むだけでした、ただこの1日1フィネスを意識してから本当に生活は変わったんです。なので皆様にも試していただきたい、このフィネス、ぜひ。ラスト最後まで集中、最後まで集中、はい、メッシ、メッシいいよ、はい、メッシのここうまい、うますぎる、相手が当たらない当たらない、もうここは放置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 プレイ放置プレイ放置プレイ、ド M メッシ、ド M メッシ、待って気をつけろ、ナイス、オッケー。さあプティクリアしよう、強固のクリア、ナイスクリアで勝利していく、ナイス、3対1。ホワイトさんめちゃめちゃうまかったからね、ちょっとフィネスの極意とか聞きたいな。ジオンさんいたら、もしツイッターとか動画見てたら、はい、リプライください。てかさ、これさ、ワンチャン MOM 取ったんじゃない？オッケー、いや、これめちゃめちゃ嬉しいな。一発目から MOM、これもう期待しかないぞ。おー、そしてレートも、1666。666。これ、危ない数字だよね。さあ2試合目 STT20213、 よろしくお願いします。結構レート高いぜと当たってますけど、まあこれでいこうかな。でお相手さんが4312で、バルセロナ補正か、メッシとイニエスタと、オッケーオッケー。あれちょっと待って、今さ相手ロナウドいなかった、あちょっとね、もう一回見よう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 、確かね、あのね、ただロナじゃなくて今パクロナだったと思うんだけど、ちょっとパクロナに勝ってこそのこの企画みたいのはありますので、ちょっと確認していきましょう。見るよん、お相手さんすいませんね、ちょっとポーズ入らせていただいて、いるわ、いやタダロナだったわ、いやちょっと待って、過去の次元超えようぜ。このお相手さんに勝てればレアロナがタダロナを上回ったってことになるので、やっぱりタダロナになるのか、それともいや今後はレアロナの時代来るよってなるのか、ちょっと期待していきましょう。やばい、このカット一番やばい、一番ダメなカットしちゃった。さあカバクで裏ケアしておく。え、待って、今の守備見てた、今の守備見てた、めちゃめちゃ良くない？自分で言うのもなんだけど、今のカバクの裏抜けの守備めちゃめちゃ良くない？いや、ちょっと成長感じるな。はい、さあ取れる、ナイスカット。さあ来たよ、デルピエロ、デルピエロからカカ、さあカカこれ勝てるか、カカーン、カカーン、カカーンで縦切る、縦切る、ここ縦縦縦縦、いいよ、ナイス、はい、気をつけて、大丈夫だよ大丈夫だよ、立て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 、ちなみに僕は昔四季市立てっていう住所に住んでました、はい、結構珍しい感じじゃない立てって、はい、さあ気をつけてカフー、これ大丈夫でしょ、ナイスチェフ、ロナウド、さあちょっとこれはロナウド、おっとマルディーニが、マルディーニが1キルされてしまう。さあ、ワンノックワンノック、ワンノック入ったけどなんとか止めていく。さあロナウド、いやこれうまい、危ない、やうまそれは、ちょっと待って、大丈夫でしょ、危ねえ、やっべえ、今のね、僕のディフェンスが沼りすぎたっていうのもあるけど、相手めちゃんこ冷静だったね。ちょっと惜しいシーンが多くて、いや悔しいな、これ前半1本もシュート打ててないんで、ちょっとお相手さんの流れに持っていかれそうなんで、これダニオルモとちょっとファーランドも入れちゃおっか。もうちょっとこういうなんか流れ悪い時はもう一気に変えちゃって、もう流れを変えていく、それ大事っすよマジで。はい、ファーランド、無理か、ちょっとまずいね、良くない流れ、めちゃめちゃ良くない流れ、オッケー、しない守備、俺もサイド来るよ、絶対サイド来る、やばかったよメッシ、やばマジだ、危ねえ、やばい、いやマジか、それはやられたか、こぼれ球一回止めてくれたんだけどねチーフね、いやちょっと流れの中でやられてしまいましたね。ただロナウドが取っていく、この守備能力の高さ、この守備能力の高さ、ダニオルモ、オルモからハーランドにつなげられるか、いやーロナウドのいい守備からいい抜け出しまであったんだけどね、ここナイスカット、マジでちょっと待って、来たロナウド、行ってくれロナウド、
よし、オッケー、ナイス、マジで助けられた。相手のミスからだけど、そのミスを絶対に見逃さないこの男、レアル・ロナウド、神だ。やっぱりね、あのね、ドラマを生み出すんだよね。なんでダニオルモとカカ変えよう。ここでカカ投入。いつもと逆、ちょっと待って、なんか重いんだけど、めっちゃ、え、なにこれ、なんか交代できないんだけど、どういうこと。え、ちょっと待って、え、なになになに、なんか押せないんだけど、壊れた壊れた壊れた。ちょっと待って、ほら見て、カカのとこがさ、押せないんだけど、え、なんでなんでなんで、怖い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 。じゃあちょっとこれで交換しよう。あ、ダメだ、できない。あ、あ、全員交換してるから、あ、違った、やべ、カカから交代したんだ。やべ、すっげー沼っぷちだ、なにこれ。いや、超恥ずかしいんだけど、ちょっと待ってやべえ、え、すごく恥ずかしいよこれ。え、何、バグったとか言ってたけど、え、な、ちょっと待って、もう全部カット、全部カットお願いします。やべ、もう沼っぷも沼っぷよ、何年ウイレやってんのよマジで。てか、ウイレ以前の、ウイレ以前の問題よこれ。え、待って、やばい、開幕から開幕から決められていく、マジかよ。おい、感動返してくれよ、レアル・ロナウドで決めた。おい、一発じゃねえかよ、やられたな。やられたらやり返すわ、やられたらやり返すわ。うわ、ファール、よっけ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 、ナイスナイスナイス。待って、ロナウド、おい、ロナウド、おい、嘘だよな、怪我はねえよな、ここまであなたを信じやってきたぞ。ちょっと待って、怪我、おい、ビエラ、イエローカード、ちょっと待って、ロナウド、おい、ロナウドが、おい、待って、削られたぞ。ちょっと待って、ここは、おい、この表記久しぶりに見たわ、このあの無表情みたいなこの表記。ちょっと待って、ロナウド、ありがとう。ちょっとあなたマジ出したかったけど、ちょっと君はちょっと負傷は痛すぎる。ちょっとここで交代しよう、イサク、頼む。ロナウドが作ってくれたこのこの大チャンス、絶対に決めてくれイサク。くっそーいや、この試合は乾杯やな。うん、ワイズさん上手かったわ、ナイスゲーム。ちょっと悔しいからもう一試合行かせて。ピエン、やっぱこうやってレート上げて、もう一歩進んで一歩下がってみたいな。お、待って、ウイレ全国ベスト8来たぞ。待って、ウイレ全国ベスト8だと。え、ちょ、調子エグすぎるけどね、めちゃめちゃ調子いいんだけど。逆にロナウド変えたいぐらい。でも今日は主役だから使っちゃう。お相手さん、クーマン、ベスト8か、ウイレ全国ベスト8、なんだろうね、何の大会なんだろう何の大会か非常に気になるところですけど、ただまあ全国大会上位クラスということで、ちょっと気をつけながら戦っていきたいですね。さあ、対戦よろしくお願いします。オッケー、さあ、ビエラ、マルディーニ、はい、カカ1個飛ばして、デルピエロダブルタッチから、カカ、カカ打っていく。いやー、カカ打つとこまでよかったけど、ヘドベドからデルピエロ、フー、ここも抑えて前に出す、プティ、プティから来た、カカ、いい抜け出し、これは素晴らしい抜け出し。いやー、完璧な抜け出しだったけどね。はい、さあ、ネドベド、こういうところも焦らずにサイドチェンジしていく。ビエラ、いいよ、あ、素晴らしいね。ここカカからロナウド、シュートフェイント、ここどうするかだな。いや、まずいまずいまずい。ここオッケー、いいね、サイド上がってくる、プッティ、シュートフェイントからかわす、こっち、ネドベド、デルピエロ、おい、オッケー、どう今の、どうすか、どう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 、今のなんか良くなかった流れが。うん、ロナウド全く絡んでないけど、オッケー。さあ、なんとか1対0。でもあの1点のゴールはすごく良かったですけどね。うん、見て、パス成功率、やっぱね、いい時、なんかうまくいってる時のパス成功率ってなんだかんだ上がってくるんですよね。さあ、こうやっていきましょう、お願いします。さあ、カカ、まずい、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、それはえぐいと思ったらチェフが噛みすぎた、マジで噛み。さあ、カカからロナウド、さあ来たよ、さあ、ここスピードを生かしたロナウドの突破、どうするか、エゴイストだから自分で行くわ、あ、エゴイストだから自分で行っちゃう。そう、ブルーロック出身、クリスティアン・ロナウド。いや、もうね、行っちゃう、うん、あの、普通だったらデルピロパス出してた、でもあの頃のもう比較はもういない、ロナウドというこのレアルのロナウドに取り憑かれた比較はもう積極性抜群。危ね、危なかった。ちょっと待って、ホワイトさんの開幕はめちゃめちゃうまいんだけど、シンプルにめちゃめちゃうめえ。デルピエロ、はい、ここから出て北っぽくね、これ。さあ、ロナウド、どうするか、シンプルに打ち込む、打って、待って、今絶対的にゴールキーパー超能力使ってたんだけど、だってボールに触れてなかった、今ちゃんと見てたけど、ちょっと VR チェックしてもらっていいですか、絶対にボールに触れてなかった。そっち来た、マルディーノ、いい守備から、さあ、ロナウド、いや、惜しいか、いけるか、
もう一回取れるか。サバリディに読んでるよ。ここ読んでるよ。前向かせないよ。いい、オッケー。いい守備だ。いいプレッシャーだ。そしてここもカットしていく。ナイスカット。ピエラ読んでいる。はい。さあ、ロナウド。ロナウド。自分で打っちゃう。オッケー。これがクリスティアン・ロナウド。もうエゴイスティックの塊でしょ。でもね、意外とやっぱね、自分で打ち切るって大事だなって最近、このエゴイスティックの塊で思ってる。やばい。さあ、フォアナ、裏ケアしながら。ここはこっちに当たらせて裏を切っていく。どう、この守備は。この守備は結構いいんじゃないですか。ここ切ってるからパスは出せないはず。オッケー。マイナスへのパスになる。さあ、そして逆にチャンスになるよ、これ。お、ハーランド通る。さあ、ハーランド通って、ダニオールも、ダブルタッチからハーランド。ハーランド惜しかった、今。ダブルタッチからのハーランドあったけどね。ダブハーランドあったけど。さあ、気をつけて。プティ。プティの未来を読むプティ。全然読めなかった、恥ずかしい。逆に恥ずかしいけど。さあ、ここ、ナイス取って。さあ、終わりか？クリアして。オッケー、勝っていく。さあ、ということで、レアル・ロナウド、素晴らしい2得点。これはもう、正真正銘ロナウド大活躍でいいんじゃないかなと思っております。さあ、そして、MOM を取れたんじゃないですか？はい。ほら、7.5、ナイスですね。ということで、今日は、ただロナ愛用者のヒカツクが、レアロナ、がっつり使わせていただきました。今日もありがとうございました。そして、高評価、コメント、いつもありがとうございます。次の限界度、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。